はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ここまで続けてまいりましたカズマックスのアイスコーヒー動画シリーズ、第3弾でございます。ここで終わりここまでお付き合いありがとうございました。最後はですね、こちらマキネッタを使った一番簡単だと個人的に僕が思っているアイスコーヒーカフェアメリカーノをご紹介していきたいと思います。ここまで点滴式と浸し式、急冷式3つねご紹介してきましたけれども、急冷式はトリップしなきゃいけないで、浸しと点滴はちょっと時間がかかるということで、これはね、まあ、圧倒的に早いです。もうやり始めてから一瞬で終わります。まあ、例えば前日に水出しコーヒーとか何も仕込んでいなくて忙しい朝にもうサクッとね、準備をしたいって時に本当ねこれは役に立つんですよ。はい、じゃあまあとりあえず早速やっていきましょう。まあ、特に測らなくていいんで適当に、ミルに豆を入れて引き目は少し細かめに設定してゴリゴリ引いていきます。使う量はドリップに比べて圧倒的に少ないんで本当に一瞬で済みます。あと加えて言うと、まあ、多分ここは個人差もあると思うんですけど、僕個人としてはマキネッタに使うコーヒー粉であれば、1日2日分くらいはまとめてちょっと引いちゃってもいいかなって個人的には思ってます。本当は電動ミルがあるのがまあ一番早くて、すぐできていいんですけど、まあ、手引きの場合は時間がない時もあると思うんで、あらかじめ引いておくのもありだと思います。そしたらこのマキネッタを分解して一番下この部分ですね、ボイラーに水を入れます。よし、で今度はさっきのコーヒー粉をフィルターバスケットに、はい、こんな感じで、入れます。そしたらあとはこいつらを合体させて、くる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 、よし、OK。はい、これでエスプレッソの準備はもう完了です。ん？お、気出しましたね。はい、これでエスプレッソが抽出完了です。本当何度も言いますけど、水入れて粉入れて火にかけて終わり、これがマキネッタのいいところです。そしたらグラスを用意して、はい、ここへ熱いエスプレッソを流し込みます。ちょっと多いかな、まあこんなもんかな。で一旦混ぜて冷やし、うん、OK。あとはここにお好みで水を足しましょう。よし、いいかな。はい、というわけでこちら、あっという間に簡単にお手軽に、アイスカフェアメリカーノ出来上がりました。いただきます。うん、おー、ヒゲ取る美味しいやっぱエスプレッソが結構しっかりしてるから、こんだけ氷とか水とか、うん、薄まってもね、しっかりコーヒーの味がするんすよ。わかりやすく言うと、イメージ的には、カルピスをカルピスウォーターで買うか、カルピスの原液で買うかみたいなまあもちろん全然違います、本当にイメージとしてね。うん、いやでもうまい。もちろんこのエスプレッソと水の量で濃さの調整はできるし、自分の好みに、うん、寄せることはできると思います。スタバとかに行くと大体エスプレッソマシンでしっかり抽出してくれたやつで作ってはくれるんですけど、全然ご家庭でもこのマキネッタを使えばこのアイスカフェアメリカーノできます。でもちろん、アイスじゃなくてもホットのアメリカーノってやつも作れるし、ドリップコーヒーと同じように、ミルクとか砂糖とか入れたりだとか、あとはフレーバーシロップとかフルーツとか、なんかいろいろねアレンジしても面白いと思います。マキネッタで一瞬で濃いコーヒーを入れて、それを薄めることでドリップコーヒーに近いようなアイスコーヒーができると。うん、あ、美味しい。まあ、これまでのシリーズでね、たくさんアイスコーヒー紹介してきましたけれども、それぞれに良さがあって美味しさがあって楽しいんで、ぜひぜひよかったら全部試してみてくださいで自分の好きなねのを見つけられたらいいと思います。
はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドアイスコーヒーのご紹介でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、うん、ああうまい。